国鉄457系電車は、日本国有鉄道が設計、製造した、高直療用急行軽電車。本港では、同じ用途で設計、製造された451.453、455.471、473.475の、各系列についても解説する。DT32 系電動台車も、波474から31密封。 コこのク受け改造の DT32 系、台車1958年に運用開始された153系電車は、車体の両端に出入台を設け前席をボックスシートとしたことで客車を上回る居住性を実現し、利用者からは好評であった。また、1950年代半ば以降は、変電所など、地上設備の数が少なく済み、初期コストが少なくなる交流電化を、 地方線区中心に推進した結果、直流電化区間との直通車両が要求され、高直流いずれの電化区間も走行できる、急行系電車が必要となった。このため153系をベースとした、高直流用電車として開発されたのが、本グループの第一弾となる451.471系である。本グループは、増備過程での主電動機出力の変更や勾配。 そもそも速ブレーキの有無やさらに対応する交流電源周波数により細かいグループに分類されている。本系列は東北や北陸、九州といった交流電化地域を中心に配備され、主に東京や大阪とを結ぶ急行列車の運用についていた。しかし、その後特急格上げや快速格下げなどで急行列車自体が減少し、 1985年3月改正までにすべての車両が休行運用を終了した。以降は前日した地域の普通、快速列車として活躍し、一部は車体更新を受け近郊型の413系、717系改造された車両も存在する。分割民営化時には JR 東日本、JR 西日本、JR 九州に継承され、 普通列車として運用されていたが、2000年代以降は、車両老朽化に伴う新車への置き換えが進められ、急速に廃車が進行。編成単位では最後まで運用された、JR 西日本でも2015年3月14日、ダイヤ改正で営業運転を終了しており、2021年6月時点では413系と編成を蘇生した、区波455から702が、 交流車扱いながら、JR 西日本で、同年3月15日付で越後ときめき、鉄道2条とされた、区派455から701の2両のみが、車席を有する。前述のように急行運用から、いち早く離脱し、近郊型への改造が推進されたこともあり、他の急行系車両である165系電車、基ハ58系で、改造を落成した。 座席改良車は黒百455系一両に止まり、ジョイフルトレインへの改造もない。車体は軽量光と高半系押し材を使用し、高運転台構造が採用された点枠波153型500番台と同じであるが、正面貫通扉付近のデザインは、ホロ枠が突き出ているなど、若干異なっており、翌1963年に登場する165。 軽戦闘車も本系列に準じたほか、客用扉にはステップを設置した。走行機器は、2両8機の主電動機を制御する 1C、8M 構成の MM ユニット方式を採用し、MC 車にノっち戻し制御可能な CS15 系、電動化無軸多段種制御機、抵抗機、補助電源用電動発電機、電動空気圧縮機などの直流機器を、M 車に、主変圧機、 整流装置などの交流機器と河川との絶縁確保のために低屋根構造とした部分に PS16 バイト型量計パンタグラフ1機を搭載する。台車は枕バネにダイアフラム式空気バネを装備したインダイレクトマウント式の DT32TR69 系列を初採用。以後の国鉄特急急行系電車の標準となった。本グループでは 主電動機出力、交流周波数彩、そもそも速ブレーキの有無により7系列20に形式が申請された。ほぼ同時期に製造された、高直流特急型電車では481系、483系、485系、489系が485系、581系、583系が583系といずれも、 交流 50.60Hz 両用とした系列名で総称されるが、本グループでは、電動車が MT54 型主電動機並びに、そもそも即ブレーキ搭載する、交流 60Hz 対応475系が53ユニット、交流 50Hz 対応455系が51ユニット、製造されており、集大成とされる、交流5 0 6 0ルツ両用とした457、 形では19ユニットに製造が止まった。このような経緯から総称は系列を特定しない項、直流急行系電車あるいは多数派である455系、475系が広く使用される。国鉄初の項直流急行系電車として1962年に、竣工した系列で451系が仙台地区の471系が金沢地区の急行。 準急高客車列車を機械、増発用として製造された。機器類は401系、421系と同様であり、車体構造や接客設備は153系に可能な限り準じている。当初は特急系電車として検討されていたが、当時は高直流電車が誕生間もない頃で、技術上の課題が若干残されていたため、 急行系電車として計画が進められた。商用電源周波数の相違により、電動車に搭載される、そういう風冷式主変圧器、主整流器が異なることから、5 0ルツ用が451、6 0ルツ用が471の系列番号とされたが、商用周波数の影響を受けない制御車、不随者は共用できるため451型とした。 電動化無軸式 CS15 系制御機、容量29馬の MHz97DM61 系電動発電機、MHz80AC1000 系空気圧縮機、MHz2019FK42 系電動、送風機を搭載する点は両系列共通である。MCM ユニットは、奇数、偶数のどちらを向けても、運用可能な両渡たり構造とし、落成当初は、 中間ロサロサハシ451型を境に、ユニットを背中合わせに連結することで編成を蘇生した。その後、冷房化により参照交流電源を引き通すために、ケゴ系ジャンパ連結器を追加したため、型渡り構造となり、奇数向きに統一し偶数型奥百451型とした。運用線区の関係でホーム高さの低い線区が多いために、 レール面上 970mm の高さに、ステップが取り付けられた。ただし、一時車の内制御電動車となる雲ハ451から1から9雲ハ471から1から11.13は、乗務員室側客用扉の戸袋部分で、大枠の台車取り付け部分枕両と、長手方向側張りの結合が実施できなくなり、車体強度に問題が発生したため、 外吊り方式とした。しかし雪付着やトンネル、入り出時にかかる圧力からドアが開くなどのトラブルが生じたことにより、二次車以降は通常の戸袋方式が採用され一次車についても同様の改造を施行。重量が約 900kg 増加した。形式も、波450から7区も波471から1。 区波451から33基本的に451.471系の主電動機を1 0 0ットの MT46 型から1 2 0ットの MT54 型へ変更したための形式区分で163系の硬直療用タイプに相当する。MCM 電動車ユニットのみの系列で制御車、付随車については引き続き451型とした。 50Hz 用4 5 3系は、東北本線急行電車及び、常磐線準急列車増発のために1963年から21ユニット42両が製造された。60Hz 用4 7 3系は、ほどなくして4 7 5系の製造に移行することが決定していたため1965年2月に、予備車補充目的で1ユニット2両のみが製造された。 日立製作所、かさ事業所で製造され金沢運転所に配置されたが、1986年に413、経営の改造により形式消滅した。主電動機以外には、以下の搭載機器と床下機器配置に若干の変更を実施した。形式雲波455から1運転台雲波455から1総括制御用ジャンパ連結機、 そもそもがそもそも即制御用、回線四百五十三系、四百七十三系をベースに勾配そもそも即ブレーキを搭載した系列で、東北本線森岡、鹿児島本線熊本電化海業用、北陸畜造発用として九百六十五年から製造された。百六十五系の公直量用タイプに相当する、形式グループで四百五十三点四七三。 K からは以下の変更を実施した。製造開始時に優等列車冷房化計画が発動されていたこともあり、サロ455型は全車が心臓冷房車。普通車はサハシ455警備フェブを除き後期、製造分から冷房装置搭載準備工事施工で落成。サハ455系並びに電動車ユニットが457系で落成した。 区百455から65以降は、心臓時から搭載となった。形式四百455から6四百455から37号くらい側も、百454から37四百475、型も、百474から43区百455から56、左百455の8四百457から15、 もは456から15455系、475系をベースに 50.60Hz 両用の3、電源対応とした系列で、1969年に登場した。制御者、付随者は引き続き455型とされた。1969年から1971年にかけて、MCM ユニット19組38両が製造され、東北。 北陸、九州地区に配置された。主変圧器を 50.60Hz 量対応の TM14 型に変更。全車が新生児から冷房装置を搭載する。2015年5月に16が廃車され、廃系列となった。冷房化改造を除いた大きな改造工事について解説を行う。系列内での形式改造車並びにた系列から、 編入改造が施行された車両について解説を行う。サロ451から107から119サロ451系のうち CP 装備車は100番台に区分されるが、新生時から装備していた101から105とは別に1965年から1979年にかけて大井工場で0番台13両に CP 搭載改造を施行した。 なお106は欠番である。区派455から2011973年に、戦山線での踏切事故により、廃車となった区派455から45の補充として、1975年3月26日に、余剰車となっていた、金沢運転所所属の佐橋455から18に、郡山工場で、戦闘車化改造を施行。 クハ455系最終増備車同様の車体であり、車体長も申請者と全く同一である。AU13E 型5系及び、冷房電源用119馬の MG が搭載された。1993年に廃車。455系200番台クモハ455から202451.453系の455系化改造グループ。 当初は1969年にサロ451計算量をサロ455型に改造する工事が施行された。1978年10月ダイヤ改正を機に仙台運転所の急行系車両形式統一が図られ、453系の455系編入改造工事が郡山工場で施行された。改造対象は、 クモハ453型、モハ452系、クハサロ451型で、MC 車の主制御機、主抵抗機の交換、MCTC 車の主管制御機の交換、各車両にそもそも速ブレーキ引き通線増設などの改造が1978年から1979年に施行された。このグループは、オリジナルの455系と異なり、 CP の大容量化と M 車への移設は施行されておらず、CP の配置は元車両のままとなった。以上十五両の改造が計画されたが、この四両は車両受給場計画番号にとどまり、実際には改造工事が行われず、欠番となった。区四百五十五から二百一とともに仙台運転所に配置され、主に東北本線などで運用されていたが、 719、7 19系や701系の投入に伴い、区や455から1に再改造された、区派455から203以外は1994年に廃車された。区派455系300番台区派455から317、普通列車への転用、単編成下では制御者が不足することとなった。 本区分番台は1984年から1985年に区波 165.169K900 番台24両へ本系列編入やドアステップ設置などの改造試行をしたグループである。特徴として河川電圧検知アンテナ台座がオリジナル車では角錐形状でホイッスルが埋め込まれているのに対し、 改造車は、円錐形状で、ホイッスルが独立して取り付けられた。区ハ455系400番台区ハ455から405300番台と同じく雲865.169系900番台を伝送解除の上編入したもので、1984年から1985年に5両が改造された。300番台と同じく、 ドアステップや河川電圧検知アンテナ設置、台車を TR69KN 振り替えが行われたが、種車の関係で、全部デッキ屋根上がり通風機形状が異なり、主車の主電動機冷却風取り入れ用通風機が損置、されるなどわずかな差異が見られるが、後に401と405ではこれを撤去した。区ハ4 5 5系5 0 0番台区ハ455から501。 普通列車転用で不足する制御車化改造の川切りとして、左派165型を戦闘車化し455系に編入したもので、1983年に5両が改造された。300点に400番台と異なり、新設された運転台は枠派411系500番台に準じたものであるため、外観及び運転台の硬直切り替えスイッチ周りにわずかな差異がある。 501のみ種社同様 AU13E 型6機が搭載されたが、それ以外は前、一機の1機が新設した前くらいデッキと競合するために撤去された。区百455系600番台区百455から605、サロ455.165型を制御車化と同時に普通車格下げした改造で、1984年から1985年に11両が、 施工された。外観、車内設備を含めて種車のものがそのまま生かされているが、前くらいデッキと競合する冷房装置は撤去された。シートは、均衡系改造した車両のロングシート部分を、除き主車のグリーン車用、リクライニングシートがそのまま残されたが、1996年6月以降に行われた更新工事の際に、一般のボックス式、 クロスシートに交換された車両では窓と座席間隔は合わない。区波455系700番台471.473系の更新改造車である413系と編成を蘇生するため、四百455型をト頭工場で先頭車化改造した車両。701が1986年に、702が1987年に施行された。 経年20年以上であった451.453471系改造車と異なり、出社が経年15年程度であったため車体更新は未施行である。外見の変更点は、車体中央部の側窓間に M 字風見地球菊口を合計4箇所新設、側面窓の一部を固定化並びに上部へ電動行き先表示器を装備。 また413系に準拠させる運転台や、都兵機械を廃車発生品の TK4 へ取り替えた上で、半自動扱いが可能で側引き戸には、取り手が追加された。陰通線も413系に合わせて変更されており、ジャンパ連結機も413系用の毛96型を装備するため475系の制御車としては、使用できない。 また主車の冷房用110区場の MG 枠四412型に合わせて制御電源兼用に改造済みである。車内はデッキを撤去。座席はボックスシートを中央8組のみとし、両端はロングシート化した上で端部に風防の取り付けを施行。黒百455から1黒百455から1普通車側車内1990年に ア津若松地区の活性化及び、新幹線乗り換え客へのサービス向上を目的とし、万越再線快速、万代へグリーン車を連結することとなり、郡山工場が一両を、グリーン、普通号作り車へと改造したものである。当初は、仙台色で、緑色帯を二重の塗装にされたが、その後は、万越再線専用塗装に変更。 1999年の万越再戦、先住運用終了後は、グリーン客室をそのまま、普通車扱いとして運用。車体は2005年6月まで、BAN、s 来に n 4 5 5のロゴを消していたが、同年7月以降は再度、アイズデスティネーションキャンペーンにより、万越再戦運用に復帰。ただし、キャンペーンキャラクター、赤べへのステッカー調布は、未実施とされた。 区や455から 1JR 東日本では、1991年から乗務員を対象に定期的に行う異常時の取り扱いや応急処置等の教育訓練に保留者を活用することになった。455系では区派455型をベースとし、室内は座席を一部撤去、テーブルとパイプ椅子を持ち込み、ミーティングルームとし、 備品収納用ロッカーや視聴覚教育用モニタビデオを搭載した、クヤ455型に改造。クモハ455もハ454から1と編成を組み、塗装は、高直流急行色に、白帯と訓練者の表記が入れられていた。2006年11月14日、編成に組まれていた、クモハ455から1が、鉄道博物館に収蔵されるため、 郡山総合車両センターへ、廃車改装されて、形式消滅した。もは457もは471もは475百五451さ四455系2010年に、金沢総合車両所所属の3両編成 X8 本を6両、固定編成 X4 本へ、 蘇生変更する際に、中間封じ込みとなる雲波457雲波471雲波475雲波451雲波455各形式の運転台機器使用停止措置を、全う本書で実施。その際に、形式変更を行い以下の編成が蘇生された。外観に変化はなく、表記上 ATSSW も整備状態とされた。 521系の導入進行により、系列消滅となった。717経過改造1995年に、鹿児島所属のクモハ457モハ456から14の2両に施行された、近郊経過改造。車体中央部に両開きドアの増設、電気機器の変更、モハ456に、運転室を設置して2両編成に短縮するなどの、 工事を行い717系に編入された。2009年9月限りで運用を離脱。機器類、車体の更新を除いた改造について解説を行う。モハ450.470系主制流機、交換工事1969年から普通車の冷房化改造が開始されたが、主制流機がモハ450系の RS5 系。 モハ四470系の RS7 型のままでは、整流能力が不足するため、モハ四40 402.2422型に使用されていた RS、RS22RS22A 型と振り返る、改造工事が、冷房化改造と同時に施行された。四百七471ハ四47 470系種、電動機構間工事運転時省力化並びに、 保守事故理科を目的にクモハ473モハ472型とほぼ同一動力性能とするため、クモハ471モハ470系の種、電動機を MT46 型から多系、列車廃車発生品の MT54 型に交換する改造工事。1991年3月から12月にかけて、マットー工場で1.2級の3ユニット6両へ、施行した。 タブレット対応、先山専用は1985年3月まで通票閉塞を施行しており、タブレットキャリアを走行中に受受するため、運転台後くらいの客扉を締め切り窓部に保護枠を設置した。均衡化改造1982年11月15日、国鉄ダイヤ改正では、九州地方の1985年3月14日、国鉄ダイヤ改正では、東北、 北陸地方の電車急行が全廃となった。年出された本系列は普通列車で運用されている旧型客車の機械に転用されることになり、1983年から一部車両に以下の均衡系対応改造を施行した。なお、走行性能には手が加えられていないため、均衡系対応改造後も営業最高速度時速 110km は変わっていない。 このため、それまで時速 100km であった、近郊系普通列車の最高速度が引き上げられるという効果もあった。他系列からの区百455系改造車では、近郊化改造と同時施行したケースのほか、地方都市圏の輸送改善を目的に、車体更新によって近郊系電車に改造した例もある。詳細は国鉄413系717。 軽電車を参照。全面強化海賊造四派455から316全面強化工事施行者 JR 東日本では1992年に発生した成田線大須賀踏切事故後踏切事故で乗務員保護のために全面を補強する工事を積極的に進め本系列も対象となった時期によってステンレス板での補強のところ鉄板で施行した例や アンチクライマーを装備、未装備などの際がある。都市目改造413系、717系0.100番台との並結運用対策で客扉の投機、半自動扱いに対応する改造を一部車両に施行した。本節では主に急行列車として運用された時期について解説する。1962年の451系。 落成当初はかつた電車区に配置され、翌1963年からは仙台運転所にも配置された。定期列車では、上野青森を中心に、常磐線や山形、北方まで、臨時列車では、万座、風和口、伊豆急行線伊豆急下田、伊豆箱根鉄道寸図線修善寺まで乗り入れ実績がある。主として、東北本線系統は仙台車が、 常磐線系統は、勝田社が運用を担当。仙台社には、郡山、福島などで、編成の分割、併合や、夜行の運用も存在した。詳細は、東北本線優等列車遠隔、常磐線中高優等列車遠隔、大井本線中高優等列車遠隔、万越再線北方位東優等列車遠隔も、参照。勝田電車区投入直後は準急。 時はと急行、宮城野に以下の2種類の編成が充当された。翌1963年には区派451型が配置され10月1日から宮城野を仙台運転所に移管。同時に佐波451系、佐波市451型も全車仙台に転出。以後は次の編成で常磐線中心の運用に投入された。 1968年10月のダイヤ改正では一等車一両を減車され、一部基本編成では中間閉じ込みの区波451型が左波451型に置き換えられた。さらに1972年3月15日のダイヤ改正で編成が変更となり、1985年の運用終了まで以下の編成で運用。 仙台運転所1963年10月に、宮城の運用を、かつた電車区から移管されたのと同時に、松島、青葉の電車化のために、新たな配置区となり、以下の編成が蘇生された。1967年以降の13両編成、しかし、東北本線に開催する、勾配区間や1968年以降に、乗り入れる大本線に対応するために455、 系が集中配置されるようになり、1967年7月の万越再生北方殿下により、以下の編成に変更された。また、ザオバン万代の多層建列車では付属編成日本連結による運用も存在した。付属編成単独で運転されていた、阿部熊栗クリつくばねや、蒸気の編成とは別に増結用並びに、千山をはじめとするローカル運用や、 臨時運用に投入される TCM、MC のみの編成も存在した。1973年10月のダイヤ改正で特急増発に伴い食堂要員を特急に転用させるためビュフェが営業休止。1977年には TB が編成から外され基本、付属ともに共通の6両編成となった。さらに1984年2月からは 基本編成と付属編成の位置が逆転した以下の形態となった。1985年に東北本線系統の電車急行が全廃となり、以後はローカル運用に転用された。仙台車で運転された主な列車を以下に示す。1962年7月から鶴が第二期間区に配置され、同年年末年始輸送の臨時急行越前と名古屋大阪間の準急 比叡に投入翌1963年4月から定期急行列車での運用が開始され、1964年の北陸本線富山電海港は金沢運転所への転属、集中配置となった。北陸本線に井川と東海道本線、名古屋大阪までの運用を担当。九百七十年七月十五日から富山地方鉄道本線宇奈月温泉。 立山線、立山まで高直流急行系電車の私鉄乗り入れという珍しい運用も1982年まで行われた。投入当初は以下の編成を蘇生した。臨時列車などに投入される場合は佐橋451、軽二両原車の8両編成が蘇生されるケースもあったが、1964年1月に区波451、 ガタが心臓され4月以降は以下の編成に順次変更。1967年には佐橋451系一両原車の上で次の編成に変更。1973年11月30日をもって利用者の減少と食堂要員を特急列車へ集中させるためにビュッフェ営業休止。1975年より冬季のみ。 基本編成からサロ一両とサハシを抜いた、原車編成で運用された。急行湯の国急行クズリュ1978年4月より12両編成に、復帰せずに、同年10月改正で当期原車編成が基本となり、ヘッドマークも小型化された。1982年11月の改正で、クズリュを除き特急列車に格上げもしくは廃止。 九ズ流も1985年3月の改正で廃止となり、北陸地区での本系列の急行運用が終了した。投入された主な列車を以下に示す。1965年に南福岡電車区に配置開始。同年10月のダイヤ改正から、東海道本線、山陽本線、鹿児島本線、日本本線系統の急行列車として運用が開始。 東は名古屋、南は西鹿児島までの運用を担当。名古屋博多間のロングランや小倉で列車編成の分割、併合が行われる運用も組まれた。鹿児島電化が完成した1970年10月1日に鹿児島運転所に一部車両が転属したのを皮切りに1973年10月1日には鹿児島の他に大分電車区にも 転属となり南福岡の配置がなくなった。山陽新幹線博多開業によるダイヤ改正で本州内での急行運用がなくなり、全車大分電車区集中配置となった。その後の運用見直しで1980年から一部車両が鹿児島に再転出しているが、1982年11月のダイヤ改正をもって九州地区での急行運用が消滅した。 1965年投入当初は以下の編成が蘇生された。1968年10月1日改正以降は編成数増加のために基本編成のサロ455系1両と付属編成のサハシ455型を減車した以下の編成に変更となった。1970年以降増備された電動車ユニットは クモハ 457K モハ456型に変更されたが、1973年11月30日をもってビュフェ営業休止。1978年10月改正でサハシ455型が外され基本編成が6両となった。また一部列車や臨時列車には、タチクと同様に TCMMC の3両を組み合わせた6両9両編成での運用も、 行われた。投入された、主な列車を以下に示す。1987年4月1日の国鉄分割民営化の時点では、東日本旅客鉄道に234両が、西日本旅客鉄道に90両が、九州旅客鉄道に123両が承継された。JR 東日本在籍者は2008年度内で、JR 九州在籍者は2009年度内に全廃。 JR 西日本在籍者のみが定期運用に充当されていたが2015年3月14日のダイヤ改正で521系に置き換えられて413系に組み込まれている区派455系700番台2両を除いて運用を終了した455系 JR 東日本所属者も派454型車内1985年に 東北本線系統の電車急行は廃止となったが、仙台運転所に所属していた本系列は以前より運用範囲は狭くなったものの普通列車や快速列車として引き続き、東北本線、常磐線、仙山線、万越西線で3両単位で運用された。東北本線では、急行から格下げされた快速、栗駒の運用で森岡まで運用されていたが、 クリコマ廃止後は主に黒磯一の関間で、普通列車運用を中心に、快速、仙台式ラビットの一部にも投入されたほか、第三セクター鉄道の阿武熊急行線へ入線する運用も存在した。常磐線では、仙台三戸間で普通列車に投入されたが、E531 系導入に伴い2005年に、岩木三戸間の運用が終了。 2007年の車両置換へ直前まで給料編成での運用も存在した。仙山線では普通列車や快速、仙山で全線運用された。大宇本線、福島、新城間が標準機に改め機される以前は上野山や新城まで運用された。万越再線では郡山北方間で普通列車並びに快速、万代に投入された。 車内の一部をロングシート化していたもののラッシュ時の混雑などに代用しきれなかったことも重なり2001年に先山線運用が終了車両老朽化の進行から E721 系の投入が開始され417系、717系と共に2007年から2008年にかけ打線でも置き換えが行われた結果2008年3月14日に 定期運用が終了した。さよなら運転は、同月22日に、仙山線仙台山形間、23日に、東北本線、仙台氷山間で行われ、すべての営業運転を終了した。その後は、氷山総合車両センターへ順次改装された後に、廃車、解体。2008年度内で全車が廃車となり、JR 東日本から本形式は消滅した。 仙台車両センターの本系列は、車体更新編成と未試行編成が混在しており、更新車は、先頭車が全小灯標識等の一体化などの外観上特徴を持つ。また末期には、東北職者と S-40 編成は、正面の種別、行き先表示器が、幕式から LED 式への換装が行われたほか、仙台地区での ATSPS 導入並びに、 いわき駅構内の ATSP 導入に対応した表示機の設置、機器の交換などが施行された。編成番号は455系が S 電動車ユニットの車両番号で457系の場合はユニット車両番号の若い順から車号に関係なく S71 から73とされた。457系新北陸職車内413 経営の改造開始以前となる1985年4月1日現在で112両が国鉄分割民営化直前の1986年11月1日現在で98両が配置されていたが413経営への改造進展により JR 西日本には90両が継承された外観的特徴として つららによる破損を防ぐために、先頭車前頭部の列車種別表示器が塞がれている。ほか、雪の侵入による MG の故障を防ぐために、雲破前頭部箱型通風機の内運転士側の MG 冷却風用が撤去され、室内デッキから採風する方式に変更などの施行がされている。また修繕により減損する471、軽前車と475系の一部は、 側窓のサッシが交換され、オリジナルと形状が異なり、MG o 以外の屋上通風機の撤去や、LED 式側面行き先表示器の設置などの改造も進行中である。m c m 車のトイレ、洗面台は閉鎖あるいは撤去された。3両編成のうち4 7 5系、4 5 7系で編成を組む17本と増結用である。 区百五十五から十九は均衡化改造が施行されており、未改造六両編成の一部が四百十三系、改造主車となった。改造が終了した九百九十年四月一日時点で三両編成二十二本、増結三両編成四本、余乗車二両の計八十両配置となった。その後余乗車の左派五十五系二両が九百九十三年度に、 廃車となったほか、九百九十二年から九百九十七年にかけて均衡化改造を未試行者を対象に延命、NB 工事が施行され、客室内一部セミクロスカやデッキ仕切り扉の撤去などが行われた。運用面では、分割民営化直後には、北陸本線、湖西線大見いまずい北、富山高線で定期列車に充当されたほか、415系の ダイソーや臨時列車で7尾線への入線実績がある。2000年代に入り運用縮小が行われ以下の状況で運用が終了した。続いて419系、475系老朽化、取り替え用として2010年3月までに521系10編成20両が投入され、同年10月までに8編成24両が廃車となった。 さらに2011年3月までに521系20編成40両が投入され、鶴が金沢間の運用を終了した。この結果同年6月までに4編成12両が廃車となった。2013年3月16日ダイヤ改正では、北陸本線、金沢直越間で A05A07A10A12A13A15、 A18A19A21A22A24A26 編成の、K14 編成42両が運用された。本系列のみ、もしくは413系と連結した6両編成を、蘇生し、基本的に普通列車のほか、土休日には、臨時運用として、快速、ホリデーライナー金沢にも充当された。2014年3月15日ダイヤ改正では、 定期運用の大幅減庫並びに、金沢・糸井川間へ短縮を実施。平日は、運用列車すべてが6両編成で運転。と、休日運転の快速、ホリデーライナー金沢運用は残存したが、昼間は大幅に削減され、朝夕ラッシュ時中心で運用された。2014年10月18日に521系、ダイヤ修正を実施。 重東営業列車は9本に減少。2015年3月14日、ダイヤ改正で区波455から701.702を除き営業運転を終了。同年4月時点で、A05A07A10A15A18A19、A21A22A25A26、編成の、軽重編成30両が、車席を有していたが、以後は、以下の日付で廃車を実施。 2020年10月以降は、残存する区百455から701.702及び413系415系800番台の代替を目的として521系100番台が投入され、2021年3月13日のダイヤ改正ですべての運用が置き換えられた。これに伴い413系415系800番台は、 ダイヤ改正前日の3月12日をもって運用を終了。このため413系 B11 編成に蘇生されていた区波455から7 0には車席を JR 西日本に残したまま保留車の扱いとなった。区波455から701へ後ときめき、鉄道上と後一方で B04 編成に蘇生されていた。 区派455から701は、同年3月15日付で、JR 西日本を廃車となり、越後ときめき、鉄道に条とされた。同社は、金沢総合車両所で、高直流急行職への復元や一部座席へのテーブル設置などの改造工事を施行し、同年4月9日に、直越へ向けて、公衆輸送された。ATS 改良工事や、 確認申請等を行った後同年6月16日から試運転を実施し7月4日より検査期限の2022年まで定期急行列車や観光列車としての運行を予定しており利用状況などの反響によっては検査を通して運行を延長することも検討している4 7 5系 j r 九州所属車区派4 5 5系車内 JR 九州では 以下の路線区間で運用された。それまで717系への改造で余剰となった区派455系の廃車は実施されていたが、1999年の鹿児島本線銀水圧白間ワンマン運転実施に伴い815系が投入されたことで八大以北での運用が減少したため廃車を開始した。2003年10月には鹿児島地区 宮崎地区で817系が投入されワンマン、運転開始。さらに翌2004年3月13日の九州新幹線開業と同時に八代川内間を必殺オレンジ鉄道に移管したため運用がさらに大幅に減少した。それらの結果、老朽化も考慮され廃車が増加。415系の鹿児島地区転入もあり、2007年3月18日をもって全車が 定期運用を終了した。長らく保留者となっていたが、2010年3月までに全車が廃車された。国鉄時代も含めて、九州管内配置車は475.457系のみであるが、国鉄末期のサロ455系、戦闘車加工増時に、先頭車が不足した際に、金沢運転所から区ハ451型を2両を借り受けた例がある。 鹿児島車は鹿児島本線上で、大分車は日報本線上で、共に鹿児島中央方が区455型となることから、それぞれ鹿児島中央駅で区派455系同士が向かい合う形となる。このため両区所管での転属や貸し出しは方向転換を伴った。高直流急行色 60Hz、使用復元車オリジナルの車両塗装は G ロー。 赤13号として、窓周りにクリーム4号の帯をまとった、高直流急行色と称される配色であった。60Hz 電源用の車両は、当初識別用のクリーム色の細体を、電動車の身に、後に編成前車の下部に巻いていたが、457、系統上後に塗装工程省略の検知からこの、細体は廃止された。これらのオリジナル塗装は、 国鉄時代末期になると地域ごとに独自のカラーリングへと塗り替えられた。仙台地区に在籍する車両は1985年9月より1988年にかけて715系1000番台に準じたクリーム10号の銀色に緑14号の帯の配色に変更された。全面に回り込んでいる帯の部分がひし形になっているのが特徴で、 仙台都市圏の列車相性にちなみ、グリーンライナー色とも呼ばれる。専用塗装万越再線色仙山線色1996年には万越再線向けの1997年には仙山線向けの専用塗装がそれぞれ登場している。共にデザインは同じで、配色とロゴが異なっている。1985年に落成した419。 系が赤2号を地色としたい、クリーム10号との旧北陸色とし、本系列にも採用されたが、分割民営化後の1988年に、イメージチェンジで、オイスターホワイトを地色として、コバルトブルーの帯を配した新北陸色へ変更が、決定し、1991年に、全車塗装変更が完了した。また二千五年から二千六年には、a 六点一九編成が、 高直流級公職に復元された上で2006年9月23日には、リバイバルクズ流での運用を行った。A19 編成では全社に 60Hz、電源識別用の補素体が再現されているのに対し、A16 編成の区波455から18は、補素体が省略されているなどの細部に違いがある。A16 編成は2010年10月に廃車となったが、 2013年9月に A13 編成が高直流級校職に復元された。2010年には人件費及び塗装費用削減のため青色一式に変更されると報道され、同年2月8日には第一陣となる A18 編成が北陸地域色である青一式塗装で出場した。その後、A07A22 編成も青一式塗装で出場したが、 2012年7月現在で、青一式塗装は、この3編成のみへの試行とされた。2015年以降は413系が、7尾線転用により、7尾色と呼ばれる赤根色へ順次塗装変更を実施。4月肉波455から701を組み込む、B04 編成が、7月肉波455から702を組み込む。 B11 編成が塗り替えられ、運用中の本系列から新北陸色が消滅した。九州地区標準塗装クリーム10号の字色に、青23号の帯が入った九州標準色で、あるが、GK-5 編成は2000年のミレニアム記念として、高直流級高色に変更された。こちらも 60Hz 電源識別用の補素体が再現されているが、 北陸地区とは異なり区派に帯が入らない初期の仕様である。本系列全体では以下の4両が該当する。なお、上記のほか、区派455を模した戦闘部のカットモデルが東京交通短期大学に設置されていた。もともとは JR 東日本の研修施設で使用されていたものでシミュレーターとして授業教材で活用されていた。 通常一般公開はされていかったが、学園祭開催日に体験ができた。現在は建物建て替えのため撤去されている。ありがとうございます。